久保さん、僕ね、久保さんに負けないですね。負けることは追いつく、僕を追い越すことはないですね。なぜならば、久保さん、僕、60歳に1万本以上を多分アップロードできるんですよ。で、その仕込みをしてるんですよね。だから、久保さんの非公開動画は公開されることはない非公開動画じゃないですか。僕はもう公開前提で、今、水面下で続けてる動画があるので、それは60歳になったら公開しようかなと思ってるんですね。 1>, 1万本以上。なんで、まあ僕も原稿でやりますんで、あの、はい、<laughs> 多分無理だと思いますね。うん、1万本の差を20年後に、久保さんも年取ってくると思うんで、<laughs> 20年後いきなりなんかあのスタ、スター取られるみたいなね。<laughs> 今のペースで、今はできるけど、多分久保さんが20年後だと、70ぐらいですか。 70ぐらいで1万本作っていくっていうのは、か,かなりきついと思うんで、<laughs> 負ける気がしないですね、そこは。あの、一般公開前提で今作ってますから。でも20年後に公開します。ただこれがアカウントが、まあ万が一ね、消えるとかバンされたらわかんないですけどね。うん、まあ多分ね、20年後も YouTube あると思うんで、まあそれも不確定要素ですけど、多分、 まあ、g メールがなくなるとか、ヤフーメールがなくなるとか考えづらいですから、うーん、YouTube をなくす。まあ、Google の今、結構、黒字転換、黒字で転換できてるし、YouTube に関しては。まあは、未来のことはわかんないですけどね。うん。ただ、やっぱね、大事なのは負けず嫌いですね。負けてたるとものかと。<laughs> まあ、久保さんも言っていただきますけど、この、こんな若造にね、10年年下の若造に負けてられるか。 てて思っていただける反面僕も、うん、あの10歳ね年取った人に負ける手た,たるものかっていうのがありますのでまああのー、負けないですねはい <laughs> そうまああとね何だろうなあのー、やっぱそのプロの基準ですよねうんなんかあのー 久保さんも言ってましたけども、やっぱ、なんでこれだけやるかっていうと、やっぱ一発で当てられないですよ。ね。一発でホームランは無理なんですよ。大谷翔平にはなれないのは知ってるんで、まあ、身の丈を知れっていうのも言いましたけど、僕は大谷翔平にはなれないんですよ。だけど、うーん、バント、バントの確率、バントで、バントもね、あの、1点取れるかもしれないじゃないですか。ずっとバントでもね、もしかしたら1点取れるかもしれない。<laughs> で、バントをね、 ありえないほどやれば、もしかしたら何個がいけるかもしれないっていうね。10万本のうちに1本でも当たりが出れば、それはラッキーだなと思いますね。別に当たりなくてもいいんですけど、10万分の1の確率でもいいかなと。うん、でそ,その10万分の1の確率を出すのに、費用もかかんないしあの、ランニングコストもかかんないんで。だから、宝くじをただで買いまくるって話ですね、僕からすると。 これよくないですか久保さん。切り口としては。宝くじをタダで買いまくれるっていうね。いくらでも。これやばないですか久保さん。ね。まあ、いね。1個買うのに300円ぐらいですよね。年末ジャンボ。そう。年末ジャンボをタダで買う方法とかにしときましょうか。<laughs> 年末ジャンボの当選1億とか2億とか5億とか確率論どれぐらいですかね。うん。でもその確率を出すためには、 高めるためには金必要ですからね。うん。はい。年末ジャンボタダで買う方法、いってらっしゃい。